こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではナイロンジャケットについて解説をしてみたいなと思っています。今ですね、動画を撮っているのは10月の中頃なんですが、最近はですね、ちょっと台風だとか秋雨前線の影響があって雨の日が多いんですよね。で、結構今日もですね、肌寒くて、僕は自宅からですね、事務所まで歩いて5、6分ぐらいなんですが、その間もですね、やっぱり1枚ぐらいアウターを羽織らないと肌寒い感じがしたんですね。そんな時にあると便利なのが、今日ご紹介するナイロンジャケットというアイテムなのかなと思っています。このアイテムというのは雨ですとか風なんかもですね、防ぐことができるので、1枚持っておくとですね、めちゃくちゃ役に立つんですね。僕は昨年ですね、久々にナイロンジャケットを新調したんですね。それが今日こちらに持ってきたこのアイテムなんですけども、アークテリクスというブランドのですね、スコーミッシュフーディーというアイテムなんですが、これがですね、めちゃくちゃ重宝するんですね。今日ですね、事務所に来るまでの間もこちらを着ていたわけなんですが、僕たち世代だとですね、ウィンドブレーカーという表現が分かりやすいかなと思うんですが、こういったものがあれば寒い風も通さないですし、軽い雨であればですね、簡単に弾いてくれるので、ものすごく便利かなと思っています。ただこういったスポーティーなアイテムって、使い方次第で全然見栄えが変わってくるかなと思っています。このような同じ機能を持ったウィンドブレーカー的なものであれば、どれでもいいのかというと、そんなこともないんですよね。正直本音を言うとですね、ブランドによってこれはセンスよく見えるな、これがおしゃれだなっていうところもあれば、このブランドはちょっとおしゃれな人は着ないなっていうブランドもあるんですね。後者の方は具体的な名前はなかなか出しづらいんですけども、今回の動画ではどういったブランドであればまず失敗がしないのかというところですとか、こういったナイロンジャケットをどのようにコーディネートすればいいのかというところまでですね、しっかり触れてみたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、ということでここからはですね、具体的にナイロンジャケットの解説をしていきたいなと思うんですが、このようなナイロンジャケットというのは様々なアウターの中でも基本的にはですね、かなりカジュアルな雰囲気かなと思っています。まずは着丈が短いというだけでも結構カジュアルになるんですね。さらに素材を見ていただくとナイロンということで、これまたね、結構カジュアルに見えがちなのかなと思っています。そして極めつけはこのフードですね。フードがあるかどうかでもだいぶカジュアル加減っていうのは変わってくるんですが、このようにかなりですね、全体的に見てみるとカジュアルな傾向が強いのがナイロンジャケットなんですが、だからこそですね、色に関しては様々なカラーバリエーションがあるんですが、僕はブラックを推奨することが圧倒的に多いです。他にもね、カーキとかグレーとかもあるんですが、本来持った傾向としてはかなりカジュアルなので、せめて色合いに関してはブラックを選んでいただくと間違いがないのかなと思います。そして先ほどちょっと触れましたが、どのブランドを選べばいいのかというところなんですけども、僕はですね、基本的に3つのブランドを推奨してるんですね。まず1つ目がノースフェイスというブランドですね。このブランドに関しては僕にとってはですね、結構中学生時代によく目にしたブランドなんですね。当時はノースフェイスのリュックなんかが流行っていて、僕もですね、そういったアイテムを持っていたわけなんですが、ここ数年はですね、ノースフェイスイコールちょっとおしゃれな人が着ているようなブランドというようなイメージがですね、だいぶ根付いてきたのかなというふうに思っています。僕自身もノースフェイスの愛好家で様々なアイテムを持っているんですが、もちろんナイロンジャケットにおいてもノースフェイスというのは間違いなくですね、使えるアイテムかなと思うので、まず1つ目のブランドとしてはノースフェイス間違いがないのかなと思っています。そして2つ目のブランドとしてはこのアークテリクスというブランドですね。このブランドも結構おしゃれが好きな人にとっては知名度の高いブランドなのかなと思っています。もともとこのブランドというのはガチのですね、アウトドアブランドではあるんですが、その中でもですね、デザインがすごく洗練されていてシャープでですね、結構おしゃれな方の中では愛用している方が多いブランドなのかなと思っています。ノースフェイスに比べると知名度は圧倒的に低いかなと思うんですね。一部のファッションが好きな方にしかわからないかなと思うんですが、この始祖鳥のロゴを見るとですね、なんかファッション好きなのかなっていうのを感じられるような、ちょっとクロード向けのブランドかなと思うんですが、僕はこのナイロンパーカーを愛用しています。そしてもう一つですね、パタゴニアというブランドがあるんですね。このブランドも結構ですね、昔からファッションが好きな方にとっては馴染みの深いブランドなのかなと思っています。代表的なアイテムで言うとフリースだとか、あとはこういったナイロン系のジャケットなんかが挙げられるんですが、
まあ、やはりこのブランドにもですね、センスのいいイメージというものが漂うので、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。この3つのブランドの中では僕はですね、アイテムごとに好きなものっていうのは変わってくるんですね。まあ、ナイロンジャケットという単体で見ると僕はですね、断然アークテリクスが好きなんですね。まあ、最近はですね、結構ノースフェイスを着てる方が増えたので、天の弱の僕としてはノースフェイスではなくて、あえてアークテリクスで人との違いというものを出すようにしています。まあ、ノースフェイスというブランドは僕の中では例えば T シャツ類だとか、あとはボトムス類で使うことが多いんですね。まあ、このようなアイテムでワンマイルウェアを作るときに結構ノースフェイスを使うことが多いです。でパタゴニアに関しては僕はあんまり正直着たことがないんですけども、ちょっとフリースの雰囲気がいいので、今シーズンは買ってみたいなというふうに思っています。このように代表的な3つのセンスのいいアウトドアブランドでもアイテムごとに特徴が変わったりするので、まあ、このあたりはですね、また別の動画で解説をしていきたいなというふうに思っています。まあ、続いてこの後はですね、実際にこのナイロンジャケットを使って具体的なコーディネートをですね、3つ構成してみたいなと思っています。一つのアイテムを使ってどれぐらいのコーディネートを構成できるのか、これは結構大事だと思うんですが、僕はですね、だいたい 2,3 パターンぐらい組み立てられたら十分かなと思っています。今日ご紹介する3つのコーディネートというのは、それぞれ個性も違いますし、この3つができるだけでだいぶ見せ方が変えられるので、ぜひ参考にしていただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着替えてみました。どうでしょうか。ちょっとですね、コーディネートについて簡単に解説をしたいなと思うんですが、まあ、上に羽織ってるのは先ほどもご紹介した通りアークテリクスのスコーミッシュフーディーなんですが、その内側に着ているのは、これはですね、スウェットですね。最近購入をしたグローバルワークのですね、エアクッションというものなんですけども、その中でもですね、色はベージュで少し明るさを足すようにしています。そしてボトムスに関してはそんなに見えなくて恐縮なんですが、これはですね、スラックス系のアイテムですね。ユニクロの定番のですね、スマートアンクルパンツを合わせています。そして足元に関してはこれまた見えづらくて申し訳ないんですが、白のスタンスミスを履いています。これはどのようなコーディネートなのかというと、このナイロンジャケットというのは先ほども触れた通り結構カジュアルなアイテムなんですね。ですのでこのアイテムに対して合わせるものは基本的にはですね、少しきれいめな要素があったものの方がバランスが取りやすいのかなというふうに思っています。その点を考慮した上で僕が内側に着ているのはスウェットというめちゃくちゃカジュアルなアイテムではあるんですけども、以前にもちょっと触れた通りこのエアクッションというものはですね、結構品のいい光沢感があって上品な雰囲気が伝わりやすいスウェットになってるんですね。従来のスウェットというよりは少しニットっぽい見え方がするので、このようなアイテムであればカジュアルすぎないのかなと思っています。そして色味に関してもスウェット定番のグレーとかブラックではなくて、少しトレンド的な要素の漂うベージュを取り入れることで少し綺麗な雰囲気だとか今っぽさというところを表現するように意識をしました。そしてこのナイロンジャケットに合わせるボトムスは結構重要で、これがですね、ブルージーンズだとかチノパンだとかなりカジュアルな方向になってしまって、どうしてもですね、カジュアルに振りすぎてしまうんですね。ですので鉄板はですね、ブラックのスラックス系だとかブラックジーンズですとか、そんなにカジュアルになりすぎないものの方がバランスがいいのかなと思っています。今回はですね、結構上半身がカジュアルめではあるので、スラックスの方を合わせてきれいめな雰囲気を出すようにしています。でスニーカーに関しても今回はですね、シンプルな白レザースニーカーを持ってくることで少しですね、きれいめな要素というところを漂わせるように意識をしています。結構ですね、この着こなしが個人的には好きで、休日はですね、このような格好をしていることが多いんですね。どのアイテムもですね、現行で買うことができるので、ぜひ皆さんにも参考にしていただければなと思っています。同じようなコーディネートでもこういったスウェットの色を変えてみるのもいいと思いますね。グローバルワークのエアクッションのシリーズは他にはですね、ブルー系の色だとか、あとはライトグレーなんかもあるので、そういったものを取り入れていただいても全く違う見え方になるかなと思うので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いてですね、2つ目のコーディネートを解説したいなと思っています。今回はですね、ナイロンジャケットの内側に着たのはシャツなんですね。結構ですね、このようなナイロンジャケットというようなスポーティーなアイテムと、本来であればきれいめな要素の強いですね、シャツというアイテムの相性が良かったりするんですね。ですので僕は少しですね、ナイロンジャケットを着る中でも小綺麗に見せたい時には内側にシャツを着たりしています。今僕が着ているのは襟元がですね、バンド状になっていますバンドカラーシャツというものですね。そして柄に関してはストライプ柄を選ぶことで、シャツの中でも少しカジュアルめなものを合わすようにしています。もちろんですね、ナイロンジャケットとシャツは合うんですけども、シャツの雰囲気があまりに真面目すぎるとさすがにギャップがありすぎてうまくマッチがしないんですね。具体的には白の
ですね、ビジネス用のシャツみたいなものとナイロンジャケットはやっぱり相性が良くないので、少しですねシャツを着るときにはカジュアルさがあったものの方がバランスが良いのかなと思っています。今僕が着ているようなストライプ柄みたいなものもいいですが、他には白のですねオックスフォードのボタンダウンシャツなんかも結構相性が良かったりするので、そういったものもぜひ皆さんには合わせていただきたいなと思っています。そして下に履いているのはですねブラックジーンズですね。上半身に少し綺麗さを取り入れたので、今回はスラックスではなくてブラックジーンズを合わせるようにしています。そして足元なんですが、今回も手抜きで申し訳ないんですが白のスタンスミスを合わせています。このような着こなしもですね結構簡単なので、ぜひ皆さんにはトライをしていただきたいなと思っています。まあ、ファッションっていうのは結構ですね意外性みたいなものを出してあげるとおしゃれに見えやすいかなと思うんですね。そういった意味ではナイロンジャケットとシャツというですね相反する個性のものをミックスしてあげるというのは非常にですねバランスがいいのかなと思っています。一方でこのようなナイロンジャケットを着るときに他に着るアイテムまでスポーティなものだとですね、どうしてもスポーツ着としての要素が強すぎてしまうので、全身の中にこういったスポーティなアイテムは1点か2点までに抑えておくとバランスが良いのかなと思っています。僕の今回のコーディネートの場合はこのナイロンジャケットとあとスニーカーですね、2点までに絞り込むようにしています。この点なんかもですねぜひ頭の片隅に置きながらコーディネートを楽しんでいただければなと思っています。はい、続いてですね3点目のコーディネートを解説したいなと思います。今回ですねめちゃくちゃシンプルに前を閉じてみました。まあ、先ほどまでは前開きでですね内側に着ているものを見せるようにしたんですが、前を閉めてスポーティーな方向に振るのも結構シャープでかっこいいのかなと僕自身は思っています。まあ、その際にですねちょっと僕の中で意識しているのは、このように前を閉じるとかなりシンプルになるので細部でちょっとずつアクセントを加えるようにしているんですね。例えばこのナイロンジャケットの下にはユニクロのワッフルクルーネックロンティーを着てるんですけども、ちょっとサイズ感を大きめのものを選んでるんですね。僕の場合体型的には S サイズで十分なんですが、あえて M サイズを選ぶことで着丈が長くなるんですね。そうするとナイロンジャケットよりも少しですねこのようにロンティーの方が長くなるんですね。この長さの違いというのをあえて楽しむようにしています。まあ、白が覗くことでこのようなモノトーンの着こなしであっても少しですねアクセント要素が加わるのかなと思っています。そして上半身に関してはかなりカジュアルなので、ボトムスは今回もスラックスというきれいめなものを合わせています。そして足元なんですが、1つ目2つ目のコーディネートに関しては白のスタンスミスでなるべくシンプルにまとめていたんですけども、今回の場合は着こなし全体がかなりシンプルなので、あえてですねちょっと足元にアクセントを作りたいなと思って合わせたのはですねナイキのエアマックス97ですね。まあ、ブラックでシンプルなデザインではあるんですが、少し底が厚くなっていたりだとかデザイン的にもパンチが効いているので、着こなしの中にですね良いアクセントになってくれるのかなというふうに思っています。まあ、基本的にはこの着こなしもモノトーンでシンプルではあるんですが、細部にちょっと遊びを入れることで大人っぽいスポーツミックスを実現をしてみました。これもですね非常に簡単なので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。今僕は前を閉じていますが、開けてもですねバランスがいいのでちょっとやってみたいと思います。はい、こんな感じですね。このように前を開けて中に着るものを見せてあげると少し明るい雰囲気なので、こちらの着こなしも頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では秋に活躍するナイロンジャケットというアイテムについて解説をしてみました。このアイテムはですねめちゃくちゃ便利なので、ぜひ皆さんには買い揃えていただきたいなと思っています。ただ結構ですねナイロンジャケットって価格が高いんですよね。1万円台後半から2万円台ぐらいのものもあったりするので、なかなかこういったものが買えないなという場合はユニクロですとかグローバルワークで似たようなものも売ってますので、こういったもので代用してみるのも良いのかなと思っています。ただ個人的には1着買えばですねしばらくは使えるかなと思うんですね。まあ、一応ファッションにはトレンドみたいなものもありますが、このようなアイテムというのは結構ですね定番的に長く使われているものなので、1回買えば 3,4 年ぐらいは間違いなく使えるかなと思うので、この際にちょっと背伸びをして買ってみるのも良いのかなと思っています。まあ、このようなスポーティーなアイテムというものを着こなしに取り込むにはですね、今回ご紹介したようにカジュアルと切れ目のバランスを取ることが結構大切かなと思っています。例えば僕が今着ているようなブラックのスラックスですとかブラックのジーンズですとか、あとはシャツを合わせてみたり綺麗な色のスウェットを合わせながら少し切れ目
な要素を足してあげるというのがバランスがいいのかなと思っています。あと色の数に関してもですね、なるべく絞り込んだ方がバランスが良いかなと僕は思っています。今のコーディネートに関しては2色しか使っていないですよね。ブラックとホワイトのモノトーンというところで色数を絞るだけでもだいぶカジュアルな雰囲気というのが抜けて大人っぽく構成できるかなと思うので、このあたりも頭の片隅に置いていただければなと思っています。今回はですね、3つのコーディネートを解説したわけですが、ぜひ皆さんもですね、コメント欄にどのコーディネートが好きだったか書き込んでいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。